はい、こんにちは。 RWS プレミジュ兵庫支部の小林コーチです。今回は、引き技5選やっていきます。実際に小林コーチが、得意とする引き技5選をやっていくんですけども、引き技というのはボールを引くことを、小林コーチは、引き技と呼んでおります。実際に試合中1対1なので、相手の距離感が近い時に仕掛けてしまって、相手にボールがぶつかったりとか体がぶつかるっていう場面がよく、あると思いますので、これを練習して自分の距離感をしっかり掴んで、そこから仕掛けれるようにまず練習やってみてください。それではやっていきます。どうぞ。はい、これで引き技5選以上になります。ぜひ皆さん、自宅、家の外小さなスペースでもできる練習メニューになってますので、ぜひ練習して、相手の距離感ですねしっかり掴んで1対1試合で活かしてみてください。それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。